今回は、アナと雪の女王、トナカイの友達という本を紹介します。映画のその後として、完璧です。アナと雪の女王映画本編のその後のお話です。あらすじとしては、魔法の力ごと、自分を女王として温かく迎えてくれたアレンデールの人たちにお礼がしたいと思ったエルサが、 アナと共にパーティーを開くところから始まります。飾り付けのための花を罪にオラフも入れて、三人で山へと出かけますが、そこで崖から落ちて一人ぼっちのトナカイの子供を見つけます。と言ったところ、他者からもエルサがアナと共に、国のみんなのためにパーティーを開くという展開の後日話本が出てますが、あちらはエルサが張り切りすぎて、 一人空回りししてる感ががあった気がしますこちらは映画で描かれていた二人の絆とそれをつなぐオラフの存在を上手に生かしてるなと思いましたそれぞれが得意なことを生かしてトナカイの子供を助けもちろんパーティーも大成功その時にエルサが私たちの気持ちがみんなに伝わったのなら嬉しいし何よりあなたと二人で力を合わせて やり遂げられたんだものねとアナに言うのですがこの言葉こそがアナ説そのものだと思いますディズニープリンセスのウェディングストーリーと同じように子供用ではありますが大人でも心が温かくなる絵本として秀逸だと思いますよディズニーらしい絵もとっても綺麗で世界観満載ですあとクリストフは出ませんが 映画では結構強烈な脇役だった王ウがこの絵本で再登場してますトナカイの子を助けるときにここで買った売りつけられたものが一役買いますから世の中何があるかわかんないですねその後の幸せな姉妹のお話が見たい方はぜひおすすめです以上実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。